れあの寺西さんなんかは、前は学校、盲学校でも指導されてて、その子の選手が、まあ、指導者としてメダルいっぱい取られてるじゃないですか。だから、あの一緒にいる時間とか、あと、まあ、見る視点も先生、あのまあ、体育の先生、授業の先生、なんで、毎回オフの選手のなオフの顔も見や,見やすかったりもするでしょうし、でそ,れね、それが今は、ね、あの退職されて、 まあ一緒に接する時間は減ってると思うんですけども、それで個別性の見え方が変わったりとかっていうのはありますかもしくは、それをど,どう、どうの、ど質の個別性を見出せる、見つけられるポイントが見つかったみたいなのってありますかえっと、その、すごい、ものすごく流動的なんですよね。うん、で、自分の価値観もやっぱり変わるし、うん、時代の背景も もちろんあるんですよ。うん、で、まああの、河合純一と木村敬一で2人でしゃべりますけど、河合純一ぐらいだと、僕は、まあ、兄弟なんですよね。指導者というよりは。もちろん学校の,教,ううの教員ですけど、年齢関係で言うと、兄弟の一番上と下ぐらいの差なんですよ。親子ではないんですよ。うん えっと、僕が33であいつが15ですから、まあまあ、親子って言えば親子ですけど、兄弟の一番上と下ぐらいの感覚で、向こうもいたし、こっちもいたし。で、あやっぱり、そのいろんなこう、うん、まあ、パラの場合は基本、やっぱりもうマンツーマン公式がいっぱい集まったっていう組織になってますから、あの、集団の中で、 一人二人を、に対してっていう個別性ではなくて、もともとがもう、あの、パラスポーツって解除者が必要なんで、で寺西かわいてテラしシかわいい、テラニシ誰か A 君、テラニシー B 君、テラニシー C 君ってみんな合わせて、まあ、チームになってくる。うん、で、それぞれの選手と繋がっててぜ、全部それも、あの、バラバラですよね。 こいつはこれだけ能力あるからこのぐらいのこと要求してもいいだろうとか、こいつはもう本当に小学校1年生レベルだから、もう赤ちゃん扱いしなきゃ無理だよなとか、そういうのを、まあ、2人3人ぐらいだと使い分けできるんですけど、うん、やっぱり5人10人になってくると、こっちもまあ、無駄なくなって、はい、で、集団っていう形でまあ平均を取って指導するとか接するとか、さっきの話じゃないですけど、 そうすると、両サイドはついていけなかったり、つまんなかったりっていうので。で、まあ、可愛い子の場合は、まだあの、携帯電話がない時代ですからね。あの <laughs>、もうぜ、全然情報量が違いますから、その、僕が言うことが、やっぱり、可愛い子の情報になるわけですよ。あの、いろんなものに対して。 だから、その言葉遣いもす、もうすごい気をつけながら、でも分かんないものは分かんねえよ、こんな感じだよとか、自分の感性で、あの物事喋って伝えてきて。でもまあ、あのもう、彼これ、40年、30何年付き合いになりますから、つってもまあ今付き合ってないですけど、単に知り合いなだけですけど、で、木村君の場合はもう完全に親子なんですよね。あの、木村君のお父さんと僕と同い年で、 そして、その、まあ、自分も家庭を持って、子育てもして、可愛い子の時は、子供生まれたばっかりなので、まだ全然わかんない。子育てってのはどういうものか。子供の成長がどういうふうになってって、で、親の思う通りに子供なんかならねえんだってのがよくわかり、あの、まあ、今は自分の親に対して申し訳なかったなと思いますけど、その、 子供の成長とともに、こちら側の要求度とか、その、なんだろうな、あのー、物事の重要性、順位性みたいなのが変わってくるので、あのー、まあ、どちらにしても、木村くんの場合も、基本マンツーマンでした。ただ、僕が何か言っても変だなと思ったあいつはすぐ検索しますからね。うんそうすると、全然違う答えが出てくるわけじゃないですか。そうすると、それに対して、 どうなんですかって言われたって、もう分かんないわけですよ。こっちは聞かれたことを答えてて、それ以外の、トレーニング方法だってもう山ほど出てくるわけですよね。で、そのこういう方法があるんですけどとか、ああ、でもこれって、このレベル上がってからじゃない、これ無理なんじゃないのって。いわゆる一般の子にオリンピック選手がのやってることを真似させるのと同じような感じですね、トレーニングとして。あのそういうような情報をいろいろ集めてきて。 ええー、なので、やりにくいな、っていうのは感じてました。だから、あの、うん、木村くんの時は、どちらかと木村が自分で調べるよと。でうん、それに対して俺はこう思うよ、みたいな形で、あの、それって個別性なのかどうかわかんないですけど、すごいこう、言ってくんなきゃわかんないですよとか、あいつも開き直るんですけど、 いっだって言ったって言うこと聞かねえじゃんみたいな、そういう関係でずっと来ているんで、で、そのさっき、その出てきた成功例ですか、うん、やっぱ河合です結果が残せちゃった、木村で結果が残せちゃった、残せな方、残せなかった方が僕自身はもっともっと発展してたんだろうなと思うんですよね。ああ、もうこれで金になっちゃったんだから、 これでいいんだって、まあ、ずいぶん前に河合の時に思ってしまい、ロンドンの時に牧山と女の子で思ってしまい、そ、それがなんか、いや、自分なりに一生懸命接してるつもりなんだけど、周りから見たら何にもしてないじゃないみたいなのが木村なのかなって、はたから見ると、お前いるだけじゃん、何にも何かやってないじゃんとかってずっと言われ続けてて、 まあそうですね。そばにいるだけですよね。で,でもこれが指導なんだよなとか、コーチングなんだよなとかと思いながら、あの、自分で思ってることと周囲の評価は全然違うんで、あの、個別性も、ほんすごい広い見方があって、ったくまった、あたさん、難しい言葉をこうやってほじくるんだからな、んとに難しいなとかと思いながらな、 <laughs> いろんな側面ありすぎるじゃないですか。あの、もう、とかと思いながらね。でも、ここに来ていろんな方の話聞くと、うん、なるほど、なるほど、と思うことがやっぱりたくさんあるわけですよ。うん、あの僕なんかは、その、普通校で行って40人に対して授業、体育の授業をしたわけですけど、その中で、じゃあ誰をセンスがあるとか見出せたか、そんなの、 ま、当時は全然見出せなかったですね。今でも多分難しいと思うんですけど。あの、まあ、自分はパラ、パラっていう狭い世界で、で、選手を使い捨てにしなくて、あの、つ使い捨てたふりをして、もう一回拾い戻してきてって、リサイクル何度も繰り返して育てていくっていう方で自分は合ってたのかなって。それがたまたまの結果が出ちゃって、あ自分の指導力はここまでかと。だから、 その自分を磨くためには、あの車椅子、バスケのあの練習風景をじーっと見て、いろいろあの子はどういうふうなこうサポートしてるんだろうとか、そういう人間関係とかの模様とか、いろいろね、いろんな他競技見て、あの、もうちょっと学びたいな、っていうかコーチングできるようになりたいな、とは思ってるんですけど、いや難しいですよね。答えにならなくてすいません。<laughs> <laughs> 難